マット・バレラはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。ティネではアナ・ーキア、オベではマテアス・クレメンテや、ローライダー、ローライダーというリングネームで活動しており、現在はローライダーのネームで活動している。バレラはオハイオーバレーレスリングで訓練を積み、1999年にラウル・ラ・モッタとロス・ロコスというタッグ名で、 コンビのデビューする。その後、オベ南部タックチーム王座を獲得するもタックは解散し、バレラワやローライダーにリングネームを変えてシングルに転向する。改名後はメインイベント出場をするようになり、オベのシングル最高峰のベルトであるオベヘビー級王座を2回獲得し、観客の熱い声援を送られるようになった。そして、2011年1月8日のサンウェイ。 刑事マッチで、ラストマッチを行い、クリフ・コンプトンに敗れ、オベから離脱した。3月13日にティネの PPV である、ビクトリーロードのヘルナンデス対マット・モーガンのファーストブラッドマッチに、ヘルナンデスを助けるファンとして乱入する形で、登場を果たす。PPV 後の通常放送のヘルナンデス、サリータ、ロシータのメキシカンアメリカとマット・モーガン、アンジェリー並ぶ、 ウィンターのストリートファイト形式の6人タッグマッチに再び登場してマット・モーガンを攻撃している。3月24日の放送でバレラは反アメリカユニットの新しい一員として紹介されアナーキアというリングネームで活動を開始。7月14日の放送でロシータの介入を経てブリティッシュ・インベンションを破りティネ世界タッグチーム王座への挑戦権を獲得。 8月のハードコアジャスティスで、ビアマネーインクに挑戦権を行使するも負けてしまうが、通常放送で再度挑戦をした際に、メキシカンヘビー級王座保持者のジェフ・ジャレットの介入もあり、タック王座を初獲得している。9月のノーサレンダーで、ロシータとサリータの手助けを借り、ディアンジェロ・ディネロとディーボンのタック相手に防衛している。また、5月のサクリファイスで、ジェシー・ニールが、 ヘルナンデスの攻撃で負傷したことをきっかけに構想を開始10月のバウンドフォーグローリーのダークマッチでインクインクとタイトルをかけ再び対戦し勝利11月のターニングポイントでメキシカン・アメリカはサリータをインクインクはトキシンを加えて6人タッグマッチでタイトルをかけ対戦し再び勝利するしかし p p v 後の通常放送でマット・モーガン クリムゾンクミのタイトルマッチに敗れ王座を手放してしまい、リマッチ権を行使するも失敗に終わってしまう。12月6日にティネはオベを下部組織として契約、アナーキアはオベへ降格となってしまった。3月後にヘルナンデスと共に通常放送で復帰し、サモアジョとマグナスのティネ世界タッグ王座組に挑戦するも失敗。4月26日のカートアングルとの試合に、 サブミッションで負けたのを最後に、翌日にはティネのウェブサイトから名前が削除され、4日後にティネから解雇された。2年間の非活動期間を経て、オベの頃のリングネームであるローライダーでインディーでの活動を再開。2014年1月にインスパイアプロレスリングに参戦をしている。ありがとうございます。